ございます。大阪2日目の朝、私たちは今鶴橋に来ております。結構にぎわってますね。あ、これか。今日も例によってのりちゃんが予定を決めております。朝ごはんはですね、鶴橋のロックビラっていう場所で有名なキムチサンドを食べます。美味しいらしいですよ。なんか空いてそうで、すぐ入れそう。行きましょう。激混みですね、朝から。人気店だね。人気店。食べやすいサイズにカットされて。いただきます。ありがとうございます。美味しい。卵サンドにキムチって感じだけど、なんかそんなすごいキムチキムチしてるわけじゃない。いい存在感。うん、美味しい。パンもサクサクで美味しいですね。結構ね、量たくさんあるんですよ。これからどんどん食べ歩きするんで、2人で1つで十分です。コリアンタウンですね。すごいね、にぎわってる。腹もね、いい感じに膨れました。ちょうどいい。1時間後にはお昼を食べます。何食べるんですか？焼肉。焼肉です。楽しみだね。りんちゃんのために入れた予定だよ。いい子だ。さすがのりちゃん。焼肉そろそろ食べたいじゃないかな。そう、ちょうど口がね、しょっぱいの求めてるもん今。鶴橋のコリアンタウンってのは本当より生活感がありますね。かなりリアルな感じで。新大久保は本当エンタメって感じだけどね。うん、なんか全然違うね。めちゃくちゃリアル。こっちの方がでも面白いよね。面白かった、うん。めちゃくちゃ有名なホルモン屋に来ました。開店前なのにもう店が満杯です。ランチセットでホルモン4つ選んだんですけど、どれがどれだか分かりません。でも美味しそうです。はい、4つ飲んだ。うちに食べる。あ、うめ。これカルビスね。2人で3800円でした。いいよね、あんだけ食べて。僕はね、腹9分目ぐらい。のりちゃんは 9.2。 結構いっぱいですね。まあ、のりちゃんはね、直前にキンパ食べてますから。言うの？乗せないのに言うの？姉ちゃんと分けたよ。でも俺は1個だけ食べて、のりちゃんは残りを平らげてました。何買ったの？キンパだよ。安かった。このサイズ新大久保で買ったら500円。それがなんと300円。安いね。うん、喜んでますか？うん、キンパ入れなかったなって言ってね。キンパは食べたみたい。ここが今日のピークだな。一番満足すると思う。私のピークはこれから来ます。楽しみに。新今宮駅に到着しました。はい、これから何するんですか？これから50円で遊びに行きます。楽しみですね。僕は何ができるかさっぱり分かってないんですけど。私も知りません。行きましょう。行きましょう。あっちです。新今宮歩いていたところですね、なんと視聴者さんに声かけてもらいました。驚きですよ。そこ駅なんですけど、向こう側は治安悪いから行かない方がいいよって言われました。ありがとうございます。ありがとうございます。スパワールド世界の大温泉、あ、行きたい。こんな暑い時だからこそ汗を流したいね。なんつんだっけ、俺ど忘れちゃった。何が？冷たいお風呂、水風呂。
20円吸い取られました。店員さんにお願いしたところ復活させてくれました、うん、よくあるんかね、うん、あると思う。ちょっとテンション下がった一瞬。ぷよぷよやります。ぷよぷよ2人でやります。ああすごい辛口になっちゃった。めいちゃん強いね。5連鎖した。取って欲しかった。素人じゃないじゃん完全に。素人だ。嘘だ。嘘つけ。素人が5連鎖なんかできるわけないんだよ。5連鎖のね列を作ったもん。そんなこと素人ができるはずない。本当は練習したことあるんでしょう。ちょっとある。ほらずるいな。俺は初めてだぞ。ほぼほぼ面白い。激山と辛口でやっといい勝負ができるようになりました。途中で本気で怒るから受けた。大阪に来てぷよぷよするとは思いませんでした。レンチンちょっと本気だったでしょ途中で。まさかね、のりちゃんがぷよぷよ上級者だと思ってなかったから。こっちは上級者じゃないよ。次はどこですか。次は本当は予定では動物園の天王寺動物園。入場料500円安い。ちょっと暑すぎてねちょっと悩んでる。まあちょっと行ってみるか。うん、天王寺動物園。さっきの娯楽場から歩いて本当1分ぐらいでしたね。超近い。かなり年季の入った感じがまたいい味出してます、うん、絶対空いてるよね。なんかそんな感じの。行きますか、ね、せっかくだし500円だし。ちょっと入ってちょっと楽しんで、はい、クレープ何ですか。人も少なくてとてもいい感じなのですが、鬼のような暑さですね。ちょっと動物園内の Vlog はちょっと長くなりそうだからパパッとやってパパッと終わるかな。一瞬撮れば。私たちは天王寺駅に降り、これから阪和線に乗って長井駅に向かいます。これからのりちゃん今日のメインイベントがあるそうですね、うん、この旅行のピークを迎える。大阪に来た目的だから。それ何ですか。まだだ。あ、まだ言わない。まだついてからお楽しみだから。はい、え、どれですか。ちょっと並んでるクレープゴリラ。休館前に YouTube で見た店がここに。何がいいんですかこのクレープゴリラ。ゴリラ盛りができる。生クリームすごい乗せてくれるんだよ。トリプルゴリラ盛り何キロカロリーなんですか。2000は軽く超えるんじゃないって見た。目の付けどころがすごいわ。レンちゃんと食べるから 1000ずつだから大丈夫。俺は2口ぐらいでいいよ。って言って半分食べる。そんな食べないマジで。結構安定してるんで。今日はすぐお持ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、これ。うっかりするとこれぶつかっちゃいそう。クレープを焼くところはなぜか取らせてくれなかったけど、盛るところはがっつり取りました、うん。恐ろしいですよ。どうですか。生クリーム美味しいです。二郎系クレープと言ってもいいんじゃないですかこれは、ね、ナッツいっぱいで美味しい。みんな1日くらい、1日くらいね。ちょっと赤ちゃん、うん、クリーム OK 十分って言ってない。うん、言ってない。どうした。かわいい。見てるの。クレープ欲が満たされたので、これからホテルに戻って休憩します。疲れました。半分こしました。美味しかったです。ホテル着きました。めちゃくちゃ眠いっすわ。なのでシャワー浴びてこのモンスター今日2本目ですけど飲んで目覚ましてますよ。なんでこんなことしてるかっていうと、これから僕の友達の夫婦大阪で働いてるんですけど会いたいなと思います。もともとはその旦那さんの方と僕友達なんですよ。で、もっともっとをたどるとしんちゃんを介して知り合ったんですよね。社会人になってできた友達って大体しんちゃんつながりが多いんですよ。
今日は夫婦はですね、いわゆるパワーカップルというやつなんですよね。まあ要は夫婦揃って高収入であると、そういうことですよ。今日はそのパワーカップルが一体どういう生活してんのかっていうのを暴いていきたいなと思います。今日はその友達が美味しい美味しい串カツ屋さんを予約してくれたっていうんで非常に楽しみでございます。楽しみです。ただのりちゃんはさっきのクレープでちょっとお腹が膨れてるんじゃないでしょうか。大丈夫です。おしゃれな感じな串揚げ屋さんですね。久しぶりに。あ、YouTuber です。前回会ってからプラス5キロ達成しました。あ、そうだ。そう、本当にガリガリがガリぐらいになってます。あとプラス5ぐらい。それではようこそ大阪に。のりちゃんご会におめでとうございます。けんちゃん誕生日おめでとう。お前もお誕生日おめでとう。うん、いや彼はね、前の Vlog にも出たことがあるんですよ、実は。山梨のあの再生回数が全く伸びてない。これからパワーカップルのご自宅に伺います。どこかな、楽しみだ。ここから見えるでしょ、タワーマン2から。でも大体さ、俺ら来るまでタワーマン探したんだよね。あれかな、あれかなっつって。あれでしょ、違うの。あれがシティターの2周目なので、大阪で一番高い。あの西田さんのおかげで、あの貯金とあと投資の大事さを学んで1年間です。おかげさまでだいぶ貯まりました。ありがとうございます。こういうとこに僕はやりがいを感じますね、やっぱり。嬉しいね。だってこれまで浪費カップルだったもんね。浪費カップル、うん、てっきり俺ね、めぐちゃんはすごい節約家だなと思ってたんだけど。いや全然だよ。だって未だにだってクレジットが月60は行くよ、2人。それ特殊でしょ。え、でも平均60は絶対行ってるって。平均60、絶対。だ、俺だって今月60万平均。やばいのは使ってるか分かんないし。怖い怖い。あ、人不明金。逆に言えば制限をしていない、やりたいことを友達と。今月だって90です。家賃じゃない、だってまだ今月も払ってない。家賃以外で90万。それを何に使ったか分かんないって言ってますよ、このカップルは。不正にさ、引き落とされてない。大丈夫、ええ、平均こうだよ。平均上がってるよ、ね、60歳だよ。でもただ俺だけで70だけでな。映せないけど、わー、いいね、いいマンションですね。大阪ってこんな上から見るとすごい綺麗なんですね。てるそろそろ帰ります。ニコティー、西田ティーです。西田ティどうも元気です。私は先日ファイア達成しました。そして現在は海外移住に向けて準備中の一般男性でございます。経済的自立を早急に達成するために大事なこと、それは貯蓄率を高めるということです。貯蓄率を高めるにはどうしたらいいかというと、支出を減らして収入を増やすという、まあ、単純なことなんですよ。そうすれば経済的自立を達成するために必要な年数っていうのはぐっと短縮することができるんですね。それについて説明した動画過去に出してるんで、ぜひご覧ください。収入を増やすために有効な方法っていうのはやっぱ副業ですよ。副業が間違いないと思ってます。僕のように YouTube これ始めてもいいと思いますし、まあ、ブログでもいいし SNS1 個特化させるでもいいし、まあいろいろありますよね、副業といっても。うん、何でもいいんですよ。ただまあ僕も YouTube こうやってやってきて思うんですけど、本当に副業で稼げるようになるまでって結構大変なんですよ。本格的に時間を割いて頭使って情熱を捧げていかないと稼げるようにならないと思います。僕もこの YouTube 収益化するまでに半年もかかってるし、1万円稼げるようになるにも1年ぐらいかかってます。結構時間も使ってきてます。ただその分自信にもつながるし、スキルも身についてきてると思います。しかし世の中、そういった副業のためにそこまで情熱捧げる余裕ねえよと、そういう方も大勢いると思います。今回はですね、そういう方々のためにそこまで情熱を捧げなくても頭を使わなくてもお気軽に毎月5000円から1万円くらいですかね、稼げる方法っていうのを紹介したいなと思います。
結論から言うと、それはポイントサイトを利用して稼ぐ方法ですね。まあいわゆるポイ活ですよ。ポイ活、僕はやってないですよ正直。ただ妻が半年ほど前から空いた時間とか利用して片手間にほんとポチポチやってるだけなんですけど、毎月そのぐらい稼げてるんですよ。なので間違いないかなと思います。まあ片手間にやって5000円から1万円ぐらいでお小遣いっていう感じなんですけど、それでも生活費の足しにはできるんで、その分入金力上がりますよね。なので全然おすすめですね。うん、ポイントサイトって言ってもたくさんあります。妻が利用してるのはモッピーっていうポイントサイトです。これちなみに案件じゃありません。ただ単純にモッピー使っててそのぐらい稼げてるんで、今回は例に挙げて紹介しますということです。ちなみにこのモッピーは株式会社セレスっていう東証一部に上場している会社が運営しているポイントサイトです。東証一部に上場してるってことは、一応ね企業としての安心感とか社会的信頼があるっていうことで、まあ安心して使えるのかなと思ってます。まあいろいろ背景ダラダラ喋ってきたんですけど、実際モッピー始めてみたら分かると思うんですけど、本当にね案件っていうんですか、これやったらポイントいくらもらえますみたいなのがずらっとあるんですよ。最初始めた人は一体どれを選べばいいかって本当に分かんないと思います。ここで私の妻の出番ですよ。実際半年ぐらい使ってみていろんな案件やってきてるんで、この案件おすすめだよとか、この案件はちょっとあんまりコスパ良くないなみたいなのを教えてもらおうと思います。それではどうぞ登場してもらいましょう。こんにちは、妻ののりちゃんです。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。モッピーね4ヶ月ぐらいやってるの。あ、半年じゃない、うん、あ、すいません半年じゃありませんでしたまだ4ヶ月それでは早速モッピーやってみておすすめな案件を、どんなものがあるかちょっと教えてください、うん、はい、で実際やっておすすめだった案件紹介します。まずは楽天カードの発行です、うん、発行して、最初のお買い物をしでモッピーポイントと楽天ポイント両方もらえるんですけど、それを合わせて1万9000ポイントもらいました。で年会費無料だし、うん、これはいい案件ですよ。いい案件、うん、持ってない人はぜひ作ってみるといいかなと思います、うん、他にありますか。はい、次は、Unext の無料体験で1600ポイントもらいました、まあ、そのまま使い続けて、まあ、月会費払うでもいいんですけど、必要ないかなって思ったら無料体験内で解約していいかなと思います、うん、うちはすでにネットフリックスとアマプラ契約してるんで Unext はいりませんということで、はい、スパッとね潔く解約しました。映画1個だけ見て解約しましたはい、他にはありますか。はい、ウィンチケットっていう競輪のアプリをダウンロードして、で初回投票をして2000ポイントもらいました。ちなみに私たちはギャンブルとかそういう競輪一切やったことなかったんですけど、妻が見つけてちょっと挑戦しました。よし、これアプリ登録するだけでまず1000ポイントもらえて、その1000ポイントでかけることができるんで、うん、もう実質我々は何も払ってません。でたまたま適当にかけたらそれ当たったんですよ。当たった。モッピーポイントとそのかけ分合わせて5000円ぐらいもらいました。もらえたんで超ラッキーでした、うん、これは本当に僕見てたんですけどコスパいいやん、ね、一緒にやったよね。もうポチポチってやるだけ万が一当たんなくても2000ポイントは絶対もらえるので、そうそう、超お得だと思います、うんうん、次は、楽天ペイのアプリダウンロードです。でダウンロードして楽天ペイの支払いをしたらすぐに900ポイントもらいました。超簡単、簡単、これめっちゃ簡単だった、うん、楽天カード持ってる人だったらすごいおすすめのアプリかなと思います。まあご覧の通りこれらは本当に楽だね。で割とポイントも高い、高い、おすすめです。まあ他にもねショッピングサイトをモッピー契約して買い物すると ポイントもらえるとかあるんですけど、聞くだけだと簡単だけど、うん、割と面倒くさい。いちいちモッピー経由して買い物するっていうのが面倒くさいですね。そう、よく忘れちゃう、うん、買い物した直後にね思い出して、うん、ああ損したってこんな感じでちょっと微妙だなと思う案件もあったら教えてください。商品買取系のサイト利用です。これはやばかったですね。やばかった僕のいらないものをブランディアとコメ票に売って、下取り金額がこれ以上だったらポイントが3000ポイント2000ポイントぐらいもらえます、テンション上がってたんですよ。 そしたらもう超めんどくさかったね。会員登録、口座も登録、そして段ボールも詰めて、送ってもらって、でいざね僕の昔買った10万くらいのブランドのバッグ、うん、これは高くなるぞと思ってね、そう勢いよと、うん、送ったら0円ですあ、じゃあもういいです、返してくださいだから実際にポイントもらえるまでに結構かかったね。
ちょっと時間かかった。これは面倒くさいんでおすすめしません。ちょっとね、時間と手間がかかります。実際メルカリで売った方がポイント分含めても高くなるかもしれない。かもしれない、うん、他にありますか。ゲーム系のアプリのダウンロードです。ダイナンステージクリアでポイントゲットみたいなのがあるんですけど、これはね、面白いゲームだったらとか、うん、ゲーム好きの人はいいかもしれないけど、ぬいちゃんが選んだやつパズル系でね、意外と時間かかる。2日間ぐらいやって全然そのステージクリアできないなと思ってすぐ消しました。あ、結局クリアしてないの。してないよだって第8ステージまでとかって言われて、こんな感じで面白くないアプリを2日間もやらされた挙句ポイントももらえないっていう、何の時間を過ごしたんだ無駄な時間を過ごしました。なのでおすすめしません。おすすめしません。ちょっとコスパ悪いです。ということで本当にね、いろんな案件あるんですよ。でおすすめじゃない案件はこんな感じで、パッと見すごいいい感じなのに実際やるとコスパ合わないというか、うん、超めんどくさかったりするんですよ。そういうの案件もあるので気をつけてください、はい、そういう案件を聞かないために気をつけることとか何かありますか。案件の口コミはよく見る方がいいかなと思います。口コミがない案件もあるんですけど、あるやつだったらよく見といてください。サイトの中で口コミ見れるってことね。一見良さそうな案件でも評判悪いものがあるので、例えば電話かかってくるよとか、それだるいね、自宅訪問されるよとか、もっとだるいそういうのがたまに紛れ込んでるので、そういうのはちょっと省いた方がいいかなと思います。やっぱりね、ポイント高いやつってそれなりに理由があるからね、うん、クレジットカードで本当1万ポイント超えるやつとかは年会費が高かったりとか、うんうん、罠があるからね、気をつけた方がいいと思います。あとはタイミングによってポイントがコロコロ変わる案件があります、うん、楽天ポイントとかは私がやった時は1万9000ポイントだったんですけど、場合によっては1万1万ちょっととかの時があって、うん、なるべく高い時にやった方がいいと思います、うん、あんまりおすすめじゃないけど確実にポイント貯める案件みたいなのもあるみたいなんで、のりちゃん今くんそれもちょっと教えてください。これもちょっと時間ある人だったらやってみてくださいって感じなんですけど、アンケートの回答っていうのがあります。一つにつき、まあ、1、2ポイントが基本で、まあ、多くて10ポイントぐらいなんですけど、アンケート答えるだけなので確実に貯まります。でもコツコツやってれば月に100円、200円ぐらいは貯まるかなっていう感じです。のりちゃん得意だもんね、移動中とかよくアンケートやってる日課みたい僕から見たらもうめちゃくちゃコスパ悪いって感じなんだけど、げんちゃんはねまたやってるって言うんですけどでもあれ超確実だからねこんだけやってんのに数円とかし、2円しかもアンケート結構かかるからね、5分とかね、まあ、ものによってはね、それで2円ってで俺は思っちゃうんだけど、やっぱのりちゃんは好きだからやってるんだよね。好きじゃないんだけど。あ、違う好きじゃないんだけどよく言ってるじゃん、あ、アンケートいっぱいあるやんなきゃって言ってるじゃん。そう、定員いっぱいになるとなくなっちゃうからそれ。あ、なるほどね。だから早くやんなきゃってやってる、うん、まあ、っていう感じで向き不向きはあるあるかもしれないですけど、確実なのは確実だよね。そう、うん、だからそういうのに時間割けるよって人はやってみてもいいかなと思います。はい、そんな感じですかね。案件これはもうリアルな体験談なので、そう、4ヶ月やって、うん、リアルな体験、ぜひね参考にしてください。めんどくさいのが多いんで、自分が好きなもの、やりたいものにマッチするものがいいと思います。例えばクレジットカードを作りたいなって思ってるんだったらやればいいし、うんうん、この商品買いたいなって思ってるんだったら買えばいいしって感じだよね、うんうん、買いたくもないのにやるのがちょっといまいち無駄なエネルギー使わなきゃいけないからしんどいよね、うんうん、っていう感じで、まあいいやつを選んでいけば、うんうん、毎月5000円とか1万円いけるよね。いけるよね、うん、まあ、それを生活費の足しにするなりやれば、まあ、支出を抑えることができると、で入金力も増えると、貯蓄率が高まると、そういうものにつながるきっかけにはなると思います、うん、ぜひねこれを見て私もモッピーやりたいな、ポイ活やってみたいなって方は概要欄にリンク貼っときます。そこから登録して一定条件満たすと2000ポイントもらえる可能性がありますので、ぜひ登録お願いします。お願いします。今日はそんな感じですかね。はい、それではさよなら。さよなら。シュッシュッ